なと個人的には思います。まあ、月2万円稼ぎたい、3万円稼ぎたい、5万円稼ぎたい、10万円稼ぎたい、もっと言えば30万円ぐらい、まあお勤めぐらいの収入ですよね。要は、今の嫌な仕事を辞めて、週1回とか週3回ぐらいです、本当お金にならないけども好きな仕事やりたいとかですね、まあ、もっと言えば30万円ぐらいオンラインで稼げるようになれば、もう仕事辞めて、ずっとそれだけで集中したい、その金額を上げていきたいというのが、まあ、ありまして、僕の場合はですね、やっぱりそれを目指してましたね。やっぱりお勤めぐらいの収入を、まあ、お勤めの倍稼げるようになったらやめようと決めてたんですけども、まあ、こういう目標にするといいですよね。で、実際にですね、情報発信とかですね、まあ昔で言うとブログ、メルマガ、今だったらもう僕が教えてるのは YouTube で集客して、公式 LINE で発信するっていうのが最短なんですけども、まあ、これをやっていけばですね、お勤めぐらいの収入っていうのは、